ありましたけれども、状況はですね、逐一こちらにあります携帯にメールが届きますので、その都度皆さんにお伝えします。逃走劇の舞台はフジテレビ。1階は見通しの良い屋外エリアがあり、2階は一本道の通路のみ、3階はスタジオや倉庫が入り組んでいる。ハンターは3体、逃走者は確保された時点のポイントを獲得、逃げ切れば300ポイントだ。今トップが月9チームですか。そうですね、そこは確実に倒したい。そこより上に行かないとちょっと、まあ小日向さんすぐ捕まるでしょ。俺の予想、小日向さん、円剣さんすぐ捕まる。やばい、どこいんよ、やばい、丸見えだよこれ。必死に隠れ場所を探す遠藤健一はサザエさんの足元へ。バレちゃうじゃんこれいたら、ね、ちょっと隠れたいですよね。なんか怖いですね、あんな感じ。あれでもすぐ分かるでしょ、あれすぐ分かっちゃうよ。丸見えだ。ちょっと 見た方がいい、確認した方がいい。倉庫の物陰に身を潜める小日向文雄64歳。よし大丈夫だ。過酷なゲームに名乗りを上げたベテラン俳優。ハンターは視界に捉えた逃走者を見失うまで追跡する。